安西はじめは日本のイラストレーター、アートディレクター、ミュージシャン、ソラミミスト。血液型は大型。東京都出身。父は肖像画家の安西智之。叔父は立命館大学特命教授、名誉教授の安西育夫。幼い頃から父の影響で画家を志す。二家店に入選したことがある。1975年。 クワサワデザイン研究所終了。1976年工事谷、に、入江デザイン室、入社。1979年に SMS、レコードデザイン室、勤務。1982年フリーとなる。1998年、村祭り市、ぬるみず一らと株式会社エックパラダイス内に、マネージメントオフィス、123を、設立、所属。以降広告。 雑誌、映像作品等で幅広くデザインを手掛けている。東京イラストレーターズソサイティ会員。1992年より、タモリクラブの名物コーナー、ソラミミアワーにて、ソラミミストとして、レギュラー出演、メインの企画に出演することもある。第1回目の際は、テーマミュージック評論家という名義で登場。番組出演以来に対し、最初は断ろうと思っていたが、 レギュラー出演する前に出演交渉に来たディレクターを1時間待たせてしまい断りにくくなってしまったため出演を続けていると語っていたことがある。ただしその後も収録時間に間に合わなかったことが複数回ありタモリのみやメイン企画のゲストソラミミアワードのゲストのマーティフリードマンが代わりに同席し収録を行ったこともある。ソラミミアワーでは定番ネタになるほど 遅刻や作品制作の納期遅れが有名である。ネット検索でも安在はじめと入力すると予測ワードとして遅刻と続いて出てきたこともあったという。遅刻の原因として本人が心理カウンセラーに相談したところ完全主義者的な傾向があり一つのことをやり始めるとある。程度区切りがつくまでやめられない。本人的にはものすごく慌てているが区切りがつくまでやってしまう。 と言われ、時間通りに来れたら、自分にご褒美しなさいとも言われたことから、その後遅刻は減ったという。安在本人も、身支度しながら、テレビで、いろいろ気になることが出始めたりするからその過程で、遅れていってしまうとも話している。遅刻癖が出始めた原因として、親がとても過保護であり、子供の頃学校に行く前にくしゃみをしたら、時間がないのに改めて厚着をさせられ、 中学の時も時間がないのに母親に朝に一杯のお茶はついの難を逃れるから飲んでから行きなさいといつも言われていたからと話している。かつて役所相手にデザインの仕事をしていた時作品制作の遅れが原因で裁判沙汰になりそうになったこともあった。またあまり遅刻しすぎることから何分遅れますと正確な遅刻情報を相手に伝えていたということもあった。 かつてデザイン会社に勤めていた頃、師匠がいないとできないという仕事をしていたが、その師匠はいつも午後12時ぐらいの出社で、安西は10時に出社しなければいけなかったが、2時間待つのは無駄と思い、準備時間の30分込みで勝手に11時30分出社に変えさせていたとのことで、これは会社のためでも僕のためでもあると思っていたという。また、 クワサワデザイン研究所で学んでいた時も担任に、学校というのは自分で学ぶところであるから学びたくないのなら来なくていい。その代わりに、その間何を学んだか報告してください。それならば全部出席にしますと言われた時になんだ行かなくてよいんだと感動すら覚えたという。他多数、ハット ABCDEF 安塞はじめ、プロフィール眠りの迷宮に住む、 男たち2007から12から13数ほぼ日刊、糸井新聞渋谷パルコで、安西はじめさん還暦博覧会、安西エキスポ60から、幼少期の作品も2013年5月16日、渋谷経済新聞、安西エキスポ60パルコミュージアム、パルコアート c o m コム2013年パルコミュージアム1993年7月23日、当日の毎日新聞などのテレビ欄より、 AB ゲストは、安西はじめさん。坂本美宇のディアフレンズ番組公式サイト。2015年3月3日へズラ DVD 三浦樹ガンド安西はじめの新勝手に観光協会和歌山県編ディレクターズカットなど各県編よりハット AB ナンバーワン11イラストレーターアートディレクター安西はじめサッカーを愛してやまないあの人の夢の話アイドリーム 駿河銀行、コンプレックス文化論第8回、遅刻。新羅ラ、ネット、2015年3月3日へずらん。ABC、コンプレックス文化論第8回、遅刻。新羅ラ、ネット、2015年3月3日へずらん。ABC、コンプレックス文化論第8回、遅刻。新羅ラ、ネット、2015年3月3日へずらん。前野健太が、主演映画、 変態だで不倫バンドマンに、原作は、三浦淳で監督は、安西はじめ。音楽ナタリー。http コロンス mu ラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュミュージックスラッシュニューススラッシュ1925722016年6月29日閲覧。TBS ドラマ、重版敵。現場レポート2016年5月10日号。誘白、モンスト CM で、マ田ダヒ三浦淳。 安西はじめが、トグロファミリーに、コミックナタリー、http コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュコミックスラッシュニューススラッシュ2310822017年8月14日閲覧。ありがとうございます。